どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。本日はこちら、感覚欄の前にやってまいりました。感覚欄です。はい、全ての経験のためにはいろんな感覚に頼らざるを得ないって。そうですね。いうことですよね。このしかも感覚欄はこの経験坂の途中にありますから、すごいことですよ。この坂経験だっていう哲学。そう、なんでもやってみなきゃ分かんないよ。そういうことですよね。そうです。やってもないのに。大丈夫ですか、この毎日毎日哲学ばっかりやってません、はい、堅苦しい YouTube になってません。大丈夫ですか。大丈夫です。それはバランス考えて。それも全てでも経験の。そうですね。そういうことですね。途中この動画を見るっていう経験を通して、こうね、何か考える人がもしかしたらいるかもしれない。その感覚に頼ってもらおうと。そういうことですね。それを見て何を感じるか、それが全てってことですよ。なるほど、ね、答えは一つですよ。今のチャンネル登録してください。ねえ、どうでしょう。それもありますよね。まあそうですね。まあ結局はね、答えが一つにありますから。登録してほしいですけど。哲学的な人をお待ちしてます。だからここでこけたいと思いまーす。イエーイ！いってーでーでーでー！